島県浜通りで揺れを検出。緊急地震速報、震源は福島県沖、深さ 40km、マグニチュードは 3.8、最大震度は2です。第2報、福島県沖 50km、マグニチュード 4.4、震度3。最終報、震源は福島県沖、深さ 70km、マグニチュードは 4.8、最大震度は3です。震度速報、最大震度は4です。13日20時24分頃、最大震度4を観測するやや強い地震がありました。震度4を福島県浜通り、震度3を福島県中通り、茨城県北部で観測しています。震源情報、津波の心配はありません。13日20時24分頃、最大震度4を観測するやや強い地震がありました。震源は福島県沖、震源の深さは 50km、マグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を福島県浜通り、震度3を福島県中通り、茨城県北部で観測しています。地震情報、最大震度は4です。13日20時24分頃、最大震度4を観測するやや強い地震がありました。震源は福島県沖、震源の深さは 50km、 マグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を福島県浜通りの楢葉町、震度3を福島県中通り、茨城県北部、震度2を宮城県南部、茨城県南部、栃木県北部、栃木県南部、震度1を宮城県北部、宮城県中部、山形県沖多摩、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、東京都23区で観測しています。繰り返します。13日20時24分頃、最大震度4を観測するやや強い地震がありました。震源は福島県沖、震源の深さは 50km、 マグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度4を奈良は町で観測しています。アーリー EST 地震情報が発表されました。13日に10時24分44秒に本州東部東岸で地震がありました。震源の深さは 14.8km、 マグニチュードは 4.8 と推定されています。